せっかくのおうちデートなんだし、仕事だったらまだしも、ね、付き合ってくれてもいいじゃん。おうちデートならね、何か一緒に、うん、そうだ ね、同棲だったらね、せっかくのお休みなんだし、うん、お互いが好きなことしようよ。違くね、まあ、違うよね、うん、一緒にやってくれてもいいじゃん。確かに読んだらね、まあ、同棲したらいいんですけどね。そうだ ね、うん、それ時間以外の時間も一緒にやるからね、うん、おうちデートは私は2人で映画を見たりゲームをしたり一緒の時間を過ごしたい派なんですが、確かにってなったらやっぱり、ね、彼はただお家でゆっくり休んでお互い別々で好きなことをしていたいタイプです。じゃあ合わなくてもいいね。皆さんはどっち派ですか？どっち派ですか？同棲を別にしてないんだったらやっぱ一緒に何かしたいですよね。そっか、そうだよね、うん、時間がやたらめったらあるわけじゃないもんね、帰らなきゃいけないし、はい、うん。え、女性のお家に転がり込んだことはあるんですか？転がり込むってなんですか？半同棲みたいになっちゃう。